東京都は足立区の、ペンネームケンケン、17歳高校3年生からのおはがきが来ています。福山さん、久しぶりのスクープです。はい、6月30日号週刊大衆で見つけたので送ります。ちー兄ちゃん大胆すぎます。ぜひこの記事を紹介してリスナーのみんなに事実を話してください。はい、というですね、6月30日号の週刊大衆に記事が載っていたという、記事のタイトルから、読み上げましょう。オナニー号、福山雅治の AV まとめ狩り現場を目撃。自他ともに認めるオナニー王の福山雅治28歳はまたまた王の威厳を一般大衆に見せつけるという快挙に及んだ。時は6月上旬、東京目黒区内のレンタルビデオ店で勃発したという。たまたま目撃してしまった全国紙、社会部担当記者の話。確か深夜2時過ぎ、福山は黒いシャツとスウェット姿で店に現れ、脇目も触れずに AV コーナーに川浜夏美、細川百合子といった巨乳系アイドルパッケージを超マジな状態で眺めた後、美里麻里の作品を3本ゲット。それで満足するのかと思いきや、女教師もの、レイプものといった企画ものにまで手を出していましたよ。一体この記者がなんでそこまで観察できたのかという理屈は抜きにして、さすが福山、男らしい。みんな7泊8日でレンタルしてました。有名芸能人であるにもかかわらず堂々としているのにはびっくりしました。かっこ前室の記者かっこと知る。福山といえば同じ事務所の桑田佳祐に三度の飯よりオナニー好きと揶揄される大物。実際自身が DJ をしているラジオでも下ネタのオンパレードと愛すべきスケベぶりはとどまるところを知らない。ちなみに福山、今回出没されたとみられるレンタル店には2週間に一度は顔を出すというVIP会員なんだそうだ。すごいですね。はっきり言ってこう、なんですか、みんなに事実を話してくださいと。違うんだよ。違うんだよ。そんなことはやってないよ。福山雅治のオールナイトニッポン。そうですね、このおはがきを書いてくれた、東京都足立区のケンケンさんにはですね、九州男児差し上げますね。そうですか、オナニー。気に入りました僕。タイトルのところはさ、字が普通の取材っていうか取材記事の字よりも大きくなるじゃないですか。画角が、見出しが、オナニー王、福山雅治の AV まとめ狩り現場を目撃。オナニー王っていうのがすごい字ですよこれ。出してないですね。いや、嬉しい限りでございます。ぜひですね、またこういう記事を見かけたらですね、どんどん送ってください。僕ですか、気をつけてくださいと。そうですね、以後気をつけましょうか。違うんだ、分かってくれ。福山雅治のオールナイト日本、この番組は日本リーバー、ボルボン、BVD、フジボー、東芝、EMI、春日製菓株式会社、SNK、大道ドリンク、エイベックストラップス、中央出版、ソニー、元気、NEC。以上、各社の協賛で東京港区台場日本放送キーステーションにスカイダイバスタジオより全国34局ネットでお送りします。さあ、ね、まあ本当に今日はですね、ドラマの方もですね、あんな大変だったにもかかわらず、ね、オナニーを福山雅治のですね、オールナイト日本、1曲目はですね、この曲です。ね、電気グルーヴさんでございます。ね、話題のアルバムですよね。なるほどね。行ってみましょうかね、電気グルーヴで、シャングリア。なんて美しい姫だ、僕にできるだろうか、福山雅治のオールナイト日本。はい、クエスチョン3世がですね、今日は出てましたね、人形劇のコーナーではですね、クエスチョン3世ではないんですけどね、でもまあちょっと被ってますかね、あの番組的にはね、うちの番組的には。ファックス紹介しましょう。もうあの呼び込んでもないのに早速来てます、ファックス。これはですね、フジテレビ一つ屋根の下2のプロデューサー、この間先々週ですかのゲストでいらしていただいたですね、プロデューサー杉尾プロデューサーの、方からですね、早速ファックスが入っております。先日ちー兄ちゃんが帰ってきた日に24秒しか出ていないとブータれていた皆さん、第10話好きあらば福山の名場面、ご満足いただけたでしょうか。そして第11話、窮地のおじさんはカミソリパンチ、感動の人形劇、ちー兄ちゃんは王子様スペシャルはご覧いただけたでしょうか。今の皆さんの思いは、小雪は死んじゃったの、小雪はどうなっちゃうのというやつだとは思いますが、一つ屋根の下2はまだ終わっていません。文句は最終回を見てから言ってくださいと言っておきましょう。すごい結末が用意してあります。感動的な一屋根らしい話なので必ず満足いただけることとお約束します。一つだけ言うと、ヒントは予告に隠されています。来週は90分拡大スペシャルです、お間違いのないように。ヒントは予告に隠されてますって
今日の予告は紙芝居的な、ね、絵がもう微動だにしないというか、まあ、静止画像でお送りしたわけなんですけど、でもね一箇所だけね一番最後にあの動いてた場面があったんですよ。あんちゃんがボンと映ってたとこ動いてましたよ。ウェディングドレスの、あの飾ってるショーウィンドウの前にあんちゃんがいたんですよ。ねえ、あれ何なんあれは。だから多分黒田くんが演ずる真澄が着るんじゃないかって話も泣きにします。あとは木内のおじさんが無菌室にあれを着て入るとか、うん、白衣としてあれも一応白衣ですからね。あれも一種のまあヒントです誰が着るかはわからないというね。あと着ないかもしれないしね。ちー兄ちゃん着る予定構えありですあくまで構えあり、ね。いやいやいや、そんな感じですよ。ファックス呼び込んでおきましょうね最初ね。このようにですね、あの一つ屋根の下に関してのファックスも構いませんし、今日はですね先々週言っておきましたけど、あのチャーさんね、あのギタリストであります、そしてボーカリストでもあります、チャーさんがですね今日はいらっしゃるんで、全国のギター少年ね、あとは全国の我こそはオナニー王という方もですね、ぜひファックスお待ちしております。チャーさん来るんで、あのギター関係で聞きたい話とかですね、あとはですねいろいろあのギターにまつわることチャーさんに対する質問、その他いろいろ送ってきてください。東京0355000707、ファックス番号は東京0355000707までですね。あたくさんちょうだいね。あとファックスもう1枚ぐらい読めるかな。ファックスどれ行こうか。これにする。こっち今読んだじゃんお前ぼっとしてるね、ぼっとしてるね、放送作家。東京都はですね、ホッシー17歳高校3年生、お猿な正春さん、こんばんは、こんばんは。一つ屋根の下つ、旧知のパパと話していて、医者は、その時が来るまで、患者が死ぬと思ってはいけない。いけないんだと言った後、マシャが、すみません、と言った時、私は思わず、三宅裕司だ、と言ってしまいました。声といい、詰まった言い方といい、とても似ていました。実は狙ってたんじゃないですか？ねえ、似てた？そんなに。あ、すみません、三宅裕司です。あ、もうなんか寒い空気が漂ってきたんで、ファックス番号もう一回言っておきましょうね。東京0355000707、東京0355000707までです。この後 CM の後ですね、いよいよチャーさんの登場だ。はい、今日のゲストはですね、お待たせしました、チャーさんです。どうもどうもです。元祖オナニオです。元祖オナニオなんですかオナニオですあ暴れてますね、相変わらず伝説のロックは破壊ですから、テーマロックですねいやいやいや、あのオナニオなんですけど、いや大変なこと言われてますね。知ってました、僕がオナニオ。いや見たわけじゃないんでね、なんとも言えないですけど、これ見せるもんじゃないですか。いやあのチャーさんはあの当然のことが僕よりも歴史は長いわけなんですけど。何ですか。いやいやギタリストとしてのそうですね、僕は王の威厳を保ったらしいんですよ。なんかやりましたね。ねえ、なんかでもこれって褒められてましたよね、さっきざっとハガキを読んだからね。かなりどこかでね、どこかで、ねえ、いやいや面白いもんですよこういうのは。でもそこまで、でも細かいかってこの何ですか、あの川浜夏美細川百合子って知ってます？川浜夏美細川百合子っていうのがなんか それが AV の巨乳アイドルらしいんですけど、全然知らない。マスケ君がお好みのっていうのがその2人だってことなんですか僕はでも間桃あたりで止まってるんですけどね。ああでもそういうこと言わすと嘘にどんどん聞こえてきますからねこういう話ってね本当みたいですよね。やばいですよね。いやいや最近ね行ってないんですよ本当に。そう行ってない焼肉屋さんには。焼肉屋にはね、本当その説お世話になりました。いや会うのは久しぶりですよね僕。そうだよね、あのコンサートはあの行かさせていただいたんですよ。行かさせていただいて、はい、行ったんですけどいいですよ。いやあの武道館での あれは何でしたっけ、何周年というやつでしたっけ。アニバーサリーライブでしたよね。そう20周年の2周年でしたよね、うん、あのギター行さん並べてましたねステージに。まあ俺のアイデアじゃないですけどね。あそうなんですか弾くのかと思ったら何も弾かなかったですねそういっぱい並んでて展示会みたいな、展示会だったでしたね。いやジャーさん来ると言ったらですね、多数いろんなお話来ましたよ、うん、これはどこですか。千葉県でございます。おペンネームピコピコポン21歳。ピコピコポン
チャーさんがゲストということで楽しみにしています、はい、以前福山さんの紹介で笑っていいともに出演されて、へいへい、アンルイスと福山君の電話番号しか知らないと言っていましたが本当なんですか同じ長崎出身として心が通じ合ってるからですかと。はい、そうなんですか。そうですね、だいたい記憶してる電話番号自体が2つですから僕。あ、そうなんですか、会社も間違えてしまうっていうか、会社も間違うんですか、本当のことですね。あれでも長崎出身でしたっけ。それは違いますね。違いますよね、長崎親父方が、がおばあちゃんが平戸だった、佐世保平戸、あ、はいはい、長崎だった、だったんですよね、うん、でも電話番号の交換とかってします、いろんなセッションやったりとか、レコーディングやったりとかしてて、あんまりしないですか。前ね、ずっと昔話したけども、それこそその日知り合った人と一晩過ごして、ほう、でその日知り合った人と一晩過ごして、セッションですね、セッションして、はい、それでまあ朝までセッションして、はい、朝までセッションですね、まあ、それに楽しかったんですよ、いい音出たし、いい音出ましたやっぱり、おー、いいですね、それでじゃあね、はい、っったらば、電話番号聞かないの、電話番号ぐらい聞けよと、そう言われて、いや、それはもう一回セッションしたいかどうかっていうレベルの問題じゃないですか、そうですよね、ねえ、とりあえずこのセッション、じゃあお前が聞けよみたいな、あ、なるほどね、うん、まず名を名乗れに近い感じで、でも電話自体が好きじゃないんですよ、あんまり、あ、そうなんですか、長電話とか昔からしないタイプですか、いや、まあ、17、18の時にはやっぱり、こんな小さいことで、4時間ぐらい話したはい、はい、友達とね、ありますけども、まあ、電話自体はあまり、かかってくると、いないっつってってのが多いかな、なるほどね、もう一枚紹介してもいいですか、どうぞ、もう一枚、これは、はいはいはい、埼玉県でございます、ほうほう、ペンネームトトロちゃん、トトロ、今日はなんとあのギタリストのチア様がゲストと聞きました。このチア様ってひらがなって書いてますけどね。いいね。福山さんとチアさんは仲良しなんですか。ああ、もうまぶよ。福山さんはお前そういうやつだったのか。いや福山さんは、これ何？お母さんにってか、あ、お母さんにだと聞きましたが、女顔なんですね。チアさんも女顔だと思いますが、それは私の友人でチア様にそっくりの人がいます。チアさんにこの写真を見せてください。女ってことですか？女ですよ。チアさんにこの写真を見せてください。絶対似てると思うんですが、彼女は中学の時からずっとチャーというあだ名でした。おっとかわいそうなやつ。高校の時も後輩からも、チャー先輩と呼ばれていたことです。ありゃ似てると思いますが、本人はどう思ってるんだ、それに対して。ラジオでご意見ご感想言ってください。ちなみに彼女の夫はなんとポール・マッカートニーに似ています。ほう、彼女はチャー様に似てることをとっても自慢していました。自慢してた。はい、まあ、ぼしつけな質問ですが、チャーさんはどんな女性が好きですか。女優さんでいうとどんな人ですか。どうか分かんないな。これでございます、チャーさん。ガーンガーン。二カメさん、これ別に枠取ってますよね。どうですか、自分としては。うん、なんか、無言です。そうなのかもしんないね。あ、そうですか。自分ちょっとその辺の鏡見てらっしゃかもしんないね。ちょっともう一回僕も見させていただきますか。よく分かんないよね、そういうのって。顔の作りの問題かな。似顔絵みたいな感じですよね。あ、俺のね、週刊文春とかの後ろの方にある、かなりデフォルメされた感じの。すいません、そんなこと言ってしまってごめんなさい。いやでもいいことですね。まあ、あだ名が中学の頃からチャーだったって。でもそれで嫌がっているって言われたと思いますけどね。でも気に入ってるみたいですよ。ちょっと見せてくださいね。なるほどね。これは友達なんですよね。これは友達です。あ、ではもう結婚されてるってことですね。そうですね。友達はどっちなんでしょうかね。この割と巨乳の方なんでしょうかね。そこを言わないところがすごいですね。そうですね。どんな女性が好き、女優さんで。あ、そう岡崎ゆきですね、当然。そうでございますか。そうでございますか。いやそんな感じですか。おはがきに対しての。もう絶対岡崎ゆきですね。いや、さっきこぼしたのど飴が後で片付けますんで、そんな語彙史的に並べなくても気になって気になって。いやまあ今日はですね、この後チャーさんとですね、生セッションがあるわけなんですけど、いわゆるセッションですね。この時間にセッションっていうとあれしかないですね。もちろんですよ。あれですよ、本当にね、もう昔話じゃないですけど、最初に僕ね、チャーさんと会った時はね、困りましたね。なんで？本当に、いや、困りました。どういうふうに困ったの？だって、じゃあちょっとチャーさんと今回、メッセージっていう曲の、もう一曲、
両面シングルというかダブルシングルという形でチェアさんと一緒に一曲セッションで作ってみたらどうだって話で最初紹介されて会うことになったじゃないですか。でしたっけ。そうです。それでそしたらチェアさんがいや、いろいろ打ち合わせして話すのもいいけど、いろいろ話すよりもちょっとスタジオ撮ってもらって福山君ギター持ってきてよっていうような話を僕は伝え聞いたわけですよ。困りましたね。実際そうですか。僕はギターよりも喋るの方が得意な方ですから、どっちかというとどっちが得意かと一人聞かれたら喋りですっていう感じですから、いや緊張しましたよ。でも俺今さ、そう1時間の放送聞いてて、はい、本当に喋りがうまいんでびっくりした。この間も親戚のおばちゃんに言われたんですよ。うん、いやー、マサールはね、ドラマとか歌よりも、やっぱラジオね。それじゃね、お前、ダメなんだよ、それじゃっていう。それじゃダメなんだ。それがそんな、ま、悪いけど、そんな、そうでもないんだよ、それじゃっていう話をしたんですけどね。でもすごい、はっきり言って、そういう一面は前回会った時には、俺はすごく口数が少なくて、ましてはその面白いことなんてくだらねえなっていうタイプなんだと思うんですよね。いや、そんなことないですよ。だってレコーディングに入った時から2人で割と遠い感じの、うん、遠い感じの遠い感じのギャグの応酬だったじゃないですか。まあね、曲が曲だったから割としっとりした時間を過ごしてたんだよね、きっとね。多分そうでしょうね。いや、やっぱりなんかこう作ろうっていう構えになるとどうしてもなんか言葉少なになっちゃうんですよね、どこか。まあそれはそうでしょうね。ギャーギャー言っててもできるもんじゃないからね。でもいざレコーディング、でもそうでもないですよ。よくよく考えたら、じゃあこれにしようとか言ってこれガーって弾いて、タイトル、これ仮タイトル何にしましょうかって言ったら金閣寺とか言ってたじゃないですか。で、伝説の裏本の話をしてたじゃないですか、よくよく考えたら。またオナニオに繋がっちゃうじゃん、それは。で、あの後で僕ね、金閣寺探したんですよ、実は古本屋で。はいはいはい。やっぱないですね。でも存在は知ってたみたい。存在は僕自身は知ってたんですよ、だから話を聞いてたんですよ。でもね、なんかで紹介されてました、その金閣寺、うん、マーケットにはあると、うん、ある、どこかに。でもチャーさんがね、またこれがね説明の仕方、もう順歩立つような説明の仕方するわけよ。俺に、いや、もう、ね、これは見ないとダメだよ、これは。もうすごいんだぞって。もうね、入れてくださいと言わんばかりに映ってるからとか言うわけよ。もうレコーディング中曲作りしながらで、曲タイトルは金閣寺だったんですけど、金閣寺は今回形になってません。とりあえずなってません。金閣寺になりましたね。金閣寺、いや、なってません。っていうような話をねしてて、まあでも、チャーさんの印象も僕はギャグとか言わない人だと思ってたんですよ、やっぱり。そういう意味だね。そういう意味じゃん、うん、でもね、やっぱり最近気がつきましたね、その、なんですか、やっぱりチャーさんのその言葉の端々に入れてくる合いの手ギャグが、はいはい、あ、これがいわゆる、うん、あのギターのリフに通じてるんだなっていうのが、ね、分かるようになってきました。うまいこと言いますね。隙間を埋めるギャグとフレーズが独創的なんだなということで気づきました、ね、じゃあそのですね、独創的なギャグフレーズじゃないですよ。ギターフレーズをですね、あの CM の後にですね、お届けしますけど、とりあえずその前にですね、チャーさんのライブアルバムより、はい、これ一曲いきたいと思います。これはやっぱり独創的な感じでカバカバ入ってますか。入ってます、入ってます、入ってます。バチバチですね。わかりました。じゃあチャーさんのライブアルバムよりですね、曲引き続き聴いていただきたいと思います。チャーさんで Living in Tokyo、 スタジオライブリクエスト with チャー。トン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 、パフ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 。はい、というわけですね、今日はスタジオライブリクエストリターンズの方にですね、ではまず東軍の方から、あっ、違うか、シアさんが、シアさんが来てくれております。はい、はい、リクエスト来ておりました。はい、ご紹介します。はいはい、渋谷区は、はい、藤子ちゃんです。え、藤子ちゃん、藤子ちゃんです。ひょっとしてそれはルパン三世の藤子ちゃんでしょうかの真似をしてみました、僕自身が。なるほど、ね、じゃないかなと思ったんですが。23日は約20年ずっとずっと大好きなチャーがゲストなので初めてお便りします。おっ、約20年、うん、じゃあ21歳ぐらいですね、多分ね。まあ少なくとも、ね、少なくとも20歳ぐらいですよ。最近は去年の武道館やてっちりのライブなど大満足です。うん、これてっちりというのはチャーさんが、てっちゃりっていうのはまあセッションで、てっちゃり、下北って狭いところですね、やっている、もう超何バンドです、それこそ。あ、それこそハードロックしかやらないグループですか。へえ、音でかいですよ。ああ、そうなんですか。それにちょこちょことチャーさんも出てるという、はいはいはい、チャーに質問です。最近スモーキーチームの活動はいかがですか。
私は最近よく散歩がてら外苑の方へ行って野球の試合を見ているのですが、はいはい、チャーのチームのことが気になっていました。それから昨日22日は私の誕生日だったのですが、そこにあるギターで1曲聴かせてもらえたら最高のバースデープレゼントになります。なるほど、ぜひお願いします。それ質問じゃないです、お願いですよね。そうですね質問から自分の都合のいいお願いに自然と流れていった。どっちか一つにしてほしいですねリクエストはスモーキーでございます。あ、なるほどね。8月2日のライブ今から楽しみにしていますあ、最近何 PS 最近恵比寿のスポーツクラブに入りました。いつの日かチャーに恵比寿でばったり会えることを楽しみに通っていますとお、スポーツクラブ入ってるんですかチャーさん。いや、まあ、そうなんですか。どういうことですかね。いや、なんかこれはうちの会社の近所なんですよ。あ、きっとそうなんですか。はいはいはい、あの会社が恵比寿なんで。あ、なるほどなるほど。考えられないですね。そうでございますか。スモーキーチーム、野球ですね。それは野球チームですか。野球もバスケットもやってるんですけども。やってるんですか。基本的にはそれは神宮ということは野球ですね。野球ですね。やってます。やってますか。はい。強しですか。結構強いんですか。草野球で別にリーグ戦とか出てないですけども、まあ、たけし軍団とやって6対2ぐらいでしょうかね。で負けるっていう。でも結構強いじゃないですか。頑張れますね。たけし軍団って言ったら相当でしょ。あれ相当ですね。相当ですよね。チャーさんはどこのポジションなんですか。僕はファーストで監督ですから。あ、ファーストで監督ね。ファーストで監督で5番ですからほとんど外国人ですね。そうですね。あの外国人枠ですね。それ、監督なんですか。5番。5番だったりか。でももともとバスケットの方なんじゃないですか。そうそう、あの主にチャーさんと野球はもっと小さい時に少年野球とか小学校ぐらいの時にやってて、その程度で。その後はバスケットですけどね。まあでも外人枠ですからね。でもってこともないんですけどじゃああの、あれですよ、まあ、試合はしょっちゅうやってます。あ、試合やってますか。じゃああのぜひそれって見ることできる。あ、もちろん。だって神宮外苑のあそこの6面球場があるところなんですけども、まあ基本的にはやっぱ平日の午前中になっちゃうんですけどね。あ、そうなんですか。だからそれは事務所に行って、あのスモーキーいつやりますかって言えばすぐ分かりますよ。あ、そういうインフォメーションもありなわけですね、そのチーム。インフォメーションとか当然事務所っていうのはその球団事務所っていうんですか、そのカス球団事務所なんですか。違うその岩塩の軟式野球場を貸してる事務所があるじゃないですか。あ、はい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 、基本的に抽選ですからね。はい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 。あ、そこに聞けば、そこにスケジュールを聞けば、はいはい、スモーキーいつって聞けば分かると思う。そうそう、なるほど。多分ですけど。多分ですね。というわけで今日はリクエストのそのスモーキーなんですけど。野球やるってことですか。あ、違います。そんなことは言ってないじゃないですか。一生懸命練習した僕が練習したスモーキーいやー、ちょっと練習しよう。こうだなやりますか。ちょっと待ってくださいね。精神統一をしてもいいですか。それとオナニーするんですか重いんで、僕カッティング重いんで気にしないでください。重い方が僕のギターね、はいはい、L と R に分かれてるわけではなく、重い方が僕のカッティング、軽い方が軽いというか、ちゃんとした方がチャーさんのカッティング。じゃあまずじゃあ福山君の方からちょっと音一発出してください。じゃあ僕の方がどこが違ういやー、よし、ちょっとこれやろう。よっしゃ、はい、いきますか。お願いします。ワン、ツー、スリー、フォIt's like a star. It's shining brightly from afar. And magic, just a bold star. I find a way with my guitar. I've got to know my direction. And I know there's no connection with my action.
something flowing in my brain. I feel so good and there's no pain. I find myself in the rain. What my friends keep me saying, and I know it ain't good when I'm standing in the sun like a fool.拍手来た、拍手来た。よかったー、もううまくいったね。緊張しました、もうでも絶対でしょ、もういや問題ない。いやもう、まあもちろんギターソロは僕が弾いたんだけどね嘘です、嘘です。ラジオだからいいことにね、そんなこと言いましたけど。本当に2時間前撮った演奏とは思えないね。嘘です、ちょっと兄貴生って生やで。いやいや、もう本当もうこれがね、もうこれが江頭みたいになりますけど、1週間前からねプレッシャープレッシャーもうしかもね、今日ねスタジオにね入る前にあの、うん、チャーさんがあのこの番組始まる前打ち合わせしましょうということで、うん、あの12時ぐらいにチャーさん入ってもらって、うん、でスモーキーですよねっつったら、うん、えスモーキーやんのって言うんですよ、またチャーさんがえ何聞いてないよって俺はチャーさんのところにリクエストがあったらなんかないですかって言ったら、チャーさんがスモーキーが出てきたと思ったら聞いてないよって忘れたよ、驚きましたいや変わってのリクエスト、はい、そろそろ夏だし浴衣でも着てパッと行きたいねという小牧市の、浴衣とかいいよね、本当みんな着ればいいのにね、夏ぐらいは。そうですね、ペンネーム早く大人の女性になりたい子ということですから、今日はシャアさんがゲストなんですよね。今からとってもドキドキしてます。あのチラチラと見え隠れするセクシーさはどこから来るのか、あの魅惑的な雰囲気は一体どこから来るのか、まるで子供が大人の世界に憧れるように私を刺激するチャーさんです。長い枕ですね、長い枕ですね。今日はそんなお二人にあの今このひとときが夢のように歌ってもらいたいです。目をハート型にして待っていますと。ああ目がハート型になるなんて、ねえなかなか特技を持った方でございますけどもうこれはもう僕はあの歌うだけですから、弾いてくれ、いやもちろんなんとなくつるりと弾きますけど、今度は竹中ついてきますから。あそうですか。いやいやいや、じゃあこれあのメッセージの時にですね、一緒にチャーさんとあのセッションして作っていただいた、金閣じゃないです、金閣じゃないです。これは仮タイトルが、これはですね、何だったっけな、かっこいいやつだったよ、うん、なんかねあのね、うん、ちょうどねメキシコかなんか行く時だったんだよ。そうですね、うん、僕があのバハカリフォルニアだから仮タイトルはね、スペイン語だったよ。なんかスペイン語でしたっけ、うん、なんかどっかのビーチだかどうかわかんない、なんかのカボサンルーカスとかそういう名前でしたっけ、うん、カボさんじゃなかった。カボさんじゃない。もうちょっとなんか気の利いた名前だった。なんだろうな、うん。グラシャスアミーゴじゃなかったことは確かですよね。うん、もっと名詞的だったな。名詞的ですよ、ね。何、うん、だったんだろう。後で家に帰ってデモテープ見ときます。うん、お願いします。はい、電話してください。はい、じゃあ今このひとときはどういう夢のように。ワン、ツー、スリー、フォー。
しくて パチパチ、ありがとうございます。ああ、スタジオの方からもね、あの拍手がね、はい、3万人ぐらいいますかね、まあ、そうですね、まあ、アバウトですけど、そうですねいやあのとりあえず1回 CM 入れた方がいいでしょうね。あのいきなり CM 入れますけど、いや今日はですね、チャーさんゲストに来ていただいてますけど、はい、2曲ね、スモーキーとですね、今このひとときが遠い夢のようにお送りしました。 CM の後もう少しお付き合いください。とりあえずもう、まあ、両極端な2曲をスタジオライブで。そうですね、僕の中にはなかなかね、あのカッティングのフレーズってないんですよね。あんま使わないんですよ。でも今日ははっきり言ってよくできたって言ったら失礼ですけども、いやいや、だから渋2とかの解釈も、うん、その一回そこで全くその頭の中を変えるんですよね。そのずっとなんか続いてるテンポじゃなくって、うん、チャッチャッチャッチャカチャッチャッチャっていう、その頭の中でチャッチャッチャッチャカチャッチャッチャが入るんですよね。一つの世界、一つの世界。あ、でも大事ですよ、そういう基本は。ずっと鳴ってるわけじゃないんですよね。勉強になりました、また。いや苦しゅうない。さすがやっぱり偉いですね、やっぱり、ね、ベテランですからね。さすがですね。このスタジオでもリクエストにチャーさんのコーナーですね、はい、あの皆さんからリクエストお待ちしていますね。またチャーさんに来てもらいたいときはですね、チャーさん来てくださいっていうハガキを書いて、ギャラしないってことですけどね。ギャラしないですから、やっぱり高いんですか、兄貴。3200円ぐらいは欲しいですね。いい感じですね。いや、というわけでですね、リクエスト、受け付けております。郵便番号 137-86 日本放送、福山雅治のオールナイトニッポン、スタジオライブリクエストのリターンズの係まで、皆さんのですね、あの思い出のある曲とか、あのそれにまつわるエピソードなんかを書いて送ってきてください。はい、今日はですね、ゲストにですね、チャーさんをお迎えしてお送りしている福山雅治のオールナイトニッポンなわけでございますが、チャーさんおよび私にですね、あのギター質問来ておりますよ。お、ついに来たか。来ましたよ。問題が来ましたか。問題が、ジローさんからです。はい、ジローちゃん、チャーさんに相談があります。お、僕は今ジェフベックをやっています。やってる、これいいでしょ。いいね、ジェフベックをやっていますっていうのが、ジェフベックをやってますといえば通ずるとでも思ってるのか、この野郎。うん、でも絶対答えたくなるね、それ。答えたくなります、うん、アーミングをやるとどうしてもチューニングが狂ってしまいますと。アーミングというのはするにはキャンマゲン、まあアコースティックはなかなか難しいですね。なかなか難しいですね。でチューニングが狂ってしまいます、はいはい、アーミングをやってチューニングを狂わない、アーミングをやってでもチューニングが狂わない方法を教えてください、うん、ちなみに今使ってるギターはフェンダージャパンの72年バージョンです。いいですね、マニアックですね。これは簡単ですよね。アーミングを使ってもチューニングが狂わない方法をどういう風にすればいいかっていうのは、どうだと思います。アーミングしないことですね。なるほどね。もしくはあれじゃないですか、いわゆる なんていうんですか、あれをつける、あれなんていうアームでしたっけ、あれはなんていうんだっけな、両面テープ。違います。まあブリッジの端と端っこをピタッと止めてしまうことによって で、ね、でもあれでも絶対狂わないっていうわけじゃないですよ。やっぱり物理学的に言って、
そうですね、不完全鉄のね、糸を弦をですね、思いっきり張ってあるものを緩めて戻すんですから、そうですね、基本的には完璧するのはありえないんですよ。長さんはどういうものですか？それはですね、何にもいじってないですね。あれ？ノーマルなんですか？俺詳しくないですよ、まだそういうことに。ね、なぜエレキが増幅されて大きいとか大きいとか出るかもわかんないんですよ。ああ、それはなぜ車が走ってるのかもわからないに等しいぐらいの感じですか？いかですね、きっと。だからそれが、だから僕はだからアームが好きでよく使うんだけども、ですよね、だから狂います。狂います、やっぱり。狂うんだけど、狂った後の処理ですね、左手でこうちょっとじゃあ、フラットになっちゃったものをシャープに弾いてやるとか、ちょっと強めに抑えるとか、だからショーキング気味にシャープになってしまったものは非常に辛いです。ですよね、シャープになってしまったものをフラットにするの、その時は弾きながらチューニングしますね。ああ、でもそれはベテランですからできますけど、そうですよね、ジェフレキやってるやつやってますとか言ってるやつにはまあ無理ですね。ああ、ね、音楽界の銀閣寺ですからな、と言っても、私が銀閣寺です。変わっての質問でございます。はい、どうぞ。ラジオネームはですね、リッチー最高。もう困ったラジオネームですね。これは参ったな。リッチー、これ別からリッチー行った。別からリッチー行きましたよ。自分はギター歴2年です。長いね。長いですよ。今一つの壁にぶつかったらしいですよ。兄貴、金閣兄貴。それは金閣。いやいや、聞いてください金閣兄貴。聞いたのか。それは早弾きです。今クラシックとかをやると早くなると聞いたので、ペガニーニ、ペガニーニ。これなんパスタですかこれは。にもあります。あります。さらばではないですけど。などをやっていますが、やっぱりそうなんですか。僕はこれ、当たり前と思うんですけども、どんな楽器やるにも、その弾きたい、もしくは吹きたい、フレーズを言えないと、あ、なるほど。やっぱし、どんだけ早く弾いたって、それ伝わってこないんですよ。口ギターとか。だから僕のフレーズは全部口で言います。あ、そうなんですか。自分のソロは。確かにさっきスモーキーを練習してる時も、楽譜にこうコードを書かないで、パッパッパって書いてましたもんね。そうですね。私はその方が分かりやすいんですけど、いきなりコードで書かれてもちょっとっていう。本当は、パッパッパって書いてあったんですけどね。パッパッパつくん、パッパッパですよね。そうそうそう。そうですよね。絶対その方が分かりやすいんです。だから、早弾きっていうのは、その一回やる、ある程度テクニックつけちゃうと、ずっと練習しなきゃなんないんですよ。だから、早弾きっていうのはどんなギタリストにとってもプレイヤーにとっても、絶対それはいつも壁にぶつかるんですよ。チャーさん、ちなみに、ギターソロなんかをやるときって、小指は使う方ですか？使うときもあります。そう、ときもある。でも基本的には3本。人差し指。小指より親指の方使うかもしれないね。なるほど、なるほど。なるほどな。早弾きをしようと思って早弾きをやり始めたんですか？僕たちの年代でね、早弾きっていうのは、ね、アルビン・リーっていう、はい、10 years after っていうイギリスのグループがいて、はい、でその人がやたら早かったんですよ。へんで、でもまあ半年で網羅して、おさすがですね、金閣兄貴。こっち天才ですもん。そうですよね、ギター界ですからね、銀閣の金閣ですから、おいら銀閣。それで、まあその後いろんなテクニック出て、まあジャズのテクニックと早弾きのテクニックと、いわゆるロック、ブルース系から来てるテクニックとはちょっと違って、もしくはクラシック、もう早いっつったらそれはクラシックな方ですよ。ああ、そうですか。だってギター、エレクトがやっぱピックじゃないですか。だからいわゆる上下運動しかないじゃないですか。でもクラシックはやっぱり少なくとも3本から4本使いますからね、右手が。右手がそうですよね。そうするといわゆるバラララっていうのが。なりますよね。できるんですよ。だからあれは本当に生まれた時からやってるスペインの人とかはいけますけど、いきなり俺らがやろうと思ってできることやっぱり。なるほどね。ということだよ、君。ギター歩き2年長いけど、ね、リッチ最高。まず一番大事なのはチューニングだよね。そうですね。あと早口が大事です。そうそう。あ、早弾きするのは早口です、ね。早弾きするのは早口が大事。だからギャグをしっかりと早口で言えるようになる。まあそういうことですね。関西系の特にね。そうですね。コミケ用ですね。コミケですね。ツッコミ系ですね。最後の質問でございます。群馬県気絶するほど悩ましい大人のひよこからです。大人のひよこ。危険ですね。チャーさんに質問です。はっきり言って福山さんのギター的テクニックはどうなんですか、これは金閣兄貴から銀閣兄貴に、銀閣兄貴って自分で言うのもなんなんですけど、ギターテクニック非常に答えにくい質問だと思うんですが、どうなんですか。だからテクニックっていうのは自分を表現できればいいわけですから、はい、それはだから例えばテクニック的に稚拙であっても、はい、それで自分ガマ君だと言ってるわけじゃないでしょ。はい、はい、だからやっぱり表現何でもそうだと思うんですよ。でやっぱりその例えばウルトラ C とか、ウルトラ D とかやるっていうのは、ある種荒技なわけなんですよ。もうそういうところで評価して勝ち負け決めるスポーツと音楽っていうのはかなり違うと思うんですよ。僕は東京オリンピック見た時はチャフラカスカっていうチャフラカスカ、ソ連の体操の女性がいたんですけども、優美だったんですよ。
優美、それはイメージというか印象として優美に、そう、もちろんテクニックもあったんですけども、まず彼女が豊満だったってこと、女性として。なるほど。それは床運動で豊満だったんですか。まあ床でも何でもね、ただ女らしかったんですよ、まず体型が、はいはいはい、大人の女性で、それでやっぱり指の先までやっぱクラシックバレエが入ってるのかどうかわかんないですけども、非常に子供の僕から見てても、小学校3年の僕から見てても綺麗だなと、絶対この人金メダルだなっていう感じだったんですね。ところが近代派ですね。金は金でございますただすごいテクニックで、ウルトラシーやることになってくると、じゃあ空中6回転7回転8回転21世紀には何回転まで行くんだよみたいな。確かに、ね、それこそ 100m、 まあ勝ち負けの世界ですから、でも音楽っていうのはやっぱり基本的な最後のところはやっぱアナログなところで、その人がその人らしい表現をして、やっぱりある種そのなんていうんですか、自分の夢を叶えてくれるのが、はい、やっぱり一番いいと思うんで、だから福山君のギターテクニックは当然あります。やったほら、そういうもんです。どうそうじゃなかった、それを試したかったったら失礼ですけども、はい、知りたかったんで、最初お話があった時に、あ、ギター弾いて歌うんだったら、じゃあギター弾いて歌う会話をした方が早いじゃないですか。まあそうですね、それでブルって来ないようなやつだったら、いや、ブルって来ないって僕行かないって言うと行かないわけにもいかないじゃないですか。そうですね、何言ってるか分かんなかったですけど、ね、でも喋りの方が得意なのにって思ってましたけど、ね、なんとか喋りに持っていこうって。いや、それでね、やってみて、この今このひととき遠い目のようにって曲も、こう別に深谷君に合わせたんでも何でもなくて、俺だったらこんなイメージかな。そうですよね、っていうところがすごい自然に始まっていったじゃないですか。だからチャースさんがもちろんコードを最初 A メジャー7と D メジャー7を出してくれたんですけど、でもそれよりも先にその言葉として、その例えばこういうところに来るのってなんたらかんたらでっていうような言葉のイメージをコードに表したらこうなったっていう感じだったんですか。単純にね、コード頭で考えたコードのイメージに後でその説明がついたんじゃなくって、最初からイメージがあって、それを失礼、コードというか音楽の形していったという感じだったですよね。だからそれがわかんないですけど、ビジネス的にそれが一番いいのかどうかは別問題なんですけども、そういう付き合い方しかできない僕っていうんですかね。なるほど、ね、なるほど、さすが南天のダメこぼしただけのこと。今つかみっていうところですね。なるほど。というわけですね、金閣兄貴のですね、いかにダキってくるわけじゃない。どんなやつが来てんのかみたいな、将棋の駒かみたいな。チャーさんですよ、はい、ね、チャーさんでございますからね。告知がございます。まずは、いっちゃん近いところで言うとですね、1997年は、8月の2日、もう夏休みも入って。そうですね、もう暑い盛りですよ、これ、ね。8月の2日、サタデー、これ、サタデーって何曜日だっけ、サタデーナイトフィーバーだから土曜日か。そういう考え方しかできないんですよ。だ太陽がどっちから昇るからも、バカボンの歌でしか確認できないんですよね。の反対だから。反対だから。バカボン。だから銀閣なんだ、お前は。すいません、銀閣兄貴。8月2日、土曜日です、はい、16時、ということは4時オープンの、17時スタート、午後5時スタートは、多摩川中央公園、多摩川はないですね、多摩中央公園特設水上ステージでございます。すごいですね、これはチャーさん3つ LA ドリームバンドじゃないですか。え、あ、そうなんですよ、まあそれ意味がわかんないですけど、基本的には僕のバンドと、ラディカルトンっていう、まあ僕も尊敬する、はいはいはい、ラディカルトンさん、いわゆる俗に言うフュージョン系のギターの人がいるんですけども、カルトンと、まあ畑が違うんですけども、まあ、なんで俺がカルトンとやるのかっていうのもちょっとわかんないんですけども、あ、そうなんですか。でもまあでもいやってんで、いやってんで、ラリーカールどうせ全然じゃんみたいな、ああ、まあ当然最後にはセッションもあるかもしれないんですけども、なるほどね、これがですね8月2日のですね、16時オープン17時スタートになっております、多摩中央公園特設通常ステージでございます。まあこれはねオープン、まあ夏のオープンライブなんで、でそのなんかね、そこの場所がですね、いろんな席があって、その子供の料金とか全然違うんですよ。あ、そうなんですか。本当だ、一般 SS、 あ、なんか久しぶりですね、 SS 席、 S 席って書いてある、ってね、え、 SS 席が7000円、 S 席5000円で、自由エリア、これフリーなエリアがあるわけですね、そうなんですね、それが2500円、その上に、はい、何歳以下は何とかって書いてるでしょ。その何歳ぐらい、え、書いてないっすよ、何歳以上何歳以下ってあるんですよ、それは多分ね。あ、そうなんですか。使ってみましょうか、時間が許されるから。大丈夫です、大丈夫です、シュ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 、実はあるんですよ。そうなんですか、これは中学生以下がどうのこうのとかね、まあ調べれば分かります。そうですね、本当の、だから俺が言いたかったのは、はい、お子様連れで夏のこのなんていうんですか、はい、まあ夕方、
夕方来て自由エリアで、まあ、お弁当でも食べながら見るような音楽ではないと思いますけど僕の場合、まあ、でもねそういうのもあっていいんじゃないかな、パルテロンたまだ、だからなんかロックロックしたイベントっていうよりもなんか、うん、とりあえずイベントとして集まってくれて、うん、それでまあきっと近所から音がうるさいんでちっちゃくしてくれとか言って中止途中でやめちゃうようなカルトン出る幕なくなるようなステージにしたいなと思ってるんですよ ね、これが8月2日でございますか、はい、ね、それとですね、8月6日7日9日これもあります。これはですねチャーさんのバンドのツアースケジュールです、これはラリーカルトンとは一緒じゃありません、関係ありません、チャーさんがやるバンドのステージでございます、うん、8月6日水曜日はですね大阪、バナナホール、はい、8月7日神戸チキンジョージ、8月9日名古屋ダイヤモンドホールでございます、うん、チキンジョージの方は震災後初ですか、チャーさん、いやいや何度か、うん、あ、もう即行ってる。あ、即行ってます。うん。でございますか。問題ないです。ああ、わかりました。この6、7、9、関西。それは、名古屋方面。まあ、ラリカルトン全然関係ない。でも、カルトンとやるメンバーでやります。サイケデリックスではありません。サイケデリックスはないが、カルトンとやるメンバーでやるという。はいはい、まあ、トリオです。基本的には。あ、3人ですか、今回。おー、いいっすね。ちょっとね。超ハードロックでもないですけどね。うんうん。まあ、適当です。適当ですか。さすが金閣兄貴。でも、チャーさんですからね。こっからラジオ聞いた人は金閣兄貴が来てるわけじゃないから。一応金閣兄貴なんてかチャーさんなんだから、ね。マジだった金閣だったら、どうしたらいいんだ、俺。だったから。やばいっすね。兄貴。俺、どっちかって銀のが好きなんだから。あ、そうか。いや、それとですね、これ、トリビュートアルバム、ね、出ております。はい、チャーさんのトリビュータルも出ております。これはもう6月18日にリリースされております、はい、ね、藤井文也さんが気絶するほど悩ましいとかですね、はい、あとはカルフモキー C さんが闘牛士をやったりですね、はい、あとはですね、あの高橋克典さんが逆光線そうですね、たりとかしておりますよ。これトリビュータルマン、これチャーさんレコーディング立ち会ったですか。わけないじゃないですか。気がついたら出来上がってという。なるほど、まるで魔法のような怖い企画ですね。怖い企画ですか。でもすごい自分でそれ聞いてみてすごい面白かったですね。なんか自分の曲つの人がやったりアレンジすると、うん、こんなに変わるもんなんだなみたいな。あ、じゃあ基本的にはあんまりこうしてほしいっていうようなリクエストは当然、まあ、全くないです。ただ金閣ですよ僕は。そうですよね、そんなことまでやる必要はないですよね、ですよ。ますます金閣が定着してきた今日この頃でございますけど、まあ、ついまで俺が言ってどうするんだみたいなあとはですね、あのライブ版ですよね、うん、そうライブ版も出ております。これはあの時のやつですか。そう、それはスカイ君がさっき見に来てくれた、あの武道館、武道館の去年の終わりにやった、ね、結構まんま入ってましたね、さっきのリビン東京は、あそうですね、リビン東京は、どの駅にしようかという、まあ、コンセクションも入ってたり、いろいろまあ盛りだくさんの、まあ20年間のチャーの歴史をですね、パッと聞けるという、まあ、映像もありますし、よかったビデオの方もね、こちら出ておりますので、皆さん買ってください、ね、決してレンタルしてないように。万引き OK ですね。万引き OK ですか。絶対ダメです。やばいっすよ、金閣兄貴。万はいけないですね。万はいけないっすね。というわけですね。今日は本当長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。だよ、ね、すいません、もう。撮影しに行かないから違う。あ、そうなんですか。何点のダメで勘弁してください。じゃあ今日はですね、チャーさんにお越しいただきました。本当にどうも、はい、ありがとうございました。おやすみ。皆さんお疲れ様でした。どうでした。ちょうど今金閣兄貴が出て行かれてるところです。あ、チャーさんでございます。あ、お疲れ様でした。じゃあここでですね一曲聴いてください。勇気というティアルフのね、ボーカルをやってる勇気さんがですね、なんとこれはソロでございますか。はいですね、聴いてみましょう。勇気でドラゴンズダンス。福山雅治のオールナイトニッポン。はい、ですね、先週、募集していたタマピッチ、タマゴッチと、PHS が合体したという今一番欲しいアイテムが一つになったタマピッチ、こちらのですねプレゼント当選者の発表でございます。まずは一人目、練馬区のですね大村剛君19歳おめでとう。それとこれは誰だ、愛知県はですね、あ、ごめん、木村剛君だった、ごめんね、練馬区の木村剛君19歳おめでとう、失礼しました。次は愛知県は名古屋市のですね二階真希ちゃん17歳おめでとう。東京都狛江市の吉川祐希くん19歳おめでとう。祐希さんですね、これ多分ね、すいませんね。大田区は西蒲田の辻桃江さん21歳おめでとう。お、桃江さんっていうんだ、すごいね。そして最後栃木県、和久恵美さん
かぶってますね、かなりね。意がないだけですよ、これ。まあ、エミの字は違いますけど。和久江美さんです。おはようございます。皆さんですね、クイズの質問、このプレゼントただであげんぞということでね、クイズの質問があったんですよね。24秒。そう、出演時間24秒。正解でーす。タマピッチの申し込み証はですね、タマピッチ現品。あ、申し込み証を送って、申し込み証を持っていけばタマピッチもらえるんだ。加入と。送り返せばと。あ、なるほどね。わかりました。タマピッチ申し込み証送りますんで、書いて、送り返してください。それでは、久しぶり、このコーナー行ってみましょう。イオン先生、やめてください。なんかすごい久しぶりでね、すごくなんていうのかな、アーティスティックな番組を展開してたんで、このコーナーやりにくいんだけど、言ってもいいかな。うん、銀閣こと福山でございます。さあ、なかなか戻んないな。でもな、横浜市はですね、松下周平、ウィズベイスターズ。お兄ちゃん、お願いだから朝ごはんの時に、おいおいお前ら、そこにジャムはあるのかいと言ってジャムを探すのは朝から不愉快です。お願いだからやめてください。ああ、ここ不愉快そうですね。福山マックス。変わっては神奈川県はですね、ブルーの子よりです。福山くん、やめてください。おちんちんを直に触ってポールポジションを直すのはやめてくださいと。ああ、すいませんね。その後嗅いだりするのもやめましょうね、じゃあね。福山マックスです。京都府獅子倉葵ちゃん22歳。おばあちゃん、孫が泣き止まないからと言って、自分の父を加えさせるのはやめてください。子供も嫌がってます。ますます泣くだろ、これじゃあ。九州男児入りました。九州男児入りました。足立区はみきちゃん15歳、高校1年生。私のお母さんへ、一つ屋根の下2のマシャが最初に出てくるところで、いつも、やっぱマシャって老人形みたいっていうのやめてください。ぶっ飛ばします。ぶっ飛ばしたくなります。老人形みたいかよ、俺。もうほんと、東京タワーに置いてある老人形の、ジミー・ヘンドリックスの色みたいな感じだよね。うん、ごめんね。福山クスです。どんどん行きます。横浜市、村上里子ちゃん。加藤課長、仕事中パソコンとパソコンの間から私のことをじーっと見るのはやめてください。目を合わせたくないから下を向いているのに、私が恥ずかしがって意識しているせいだなんていう、甚だしい勘違いはやめてほしい。若くてマシャみたいにかっこいい人ならともかく、シワの刻まれた赤ら顔でマジな目でじとうと見られると気持ち悪くてしょうがない。しょうがないんだよ。どうして男って勘違いするんだよ。ああ、そうだよね。この、なんだろう。よく目が合うっていうふうに勘違いしてるやついるよね。それはお前がじっと見てても、こう気持ち悪いかな、それをチラチラと見てるだけなんだよって、こう、あれに近いですね、これね。何もあげないの？神田さん。加藤課長の気持ちがわかる。神田博士であったと。ああ、そうやってね、これリスナー減っていくんだよ、そういうことやってると。福山マックス入りました。神田さんから福山マックス入りました。兵庫県は神戸市のですね、藤子ちゃんです。あ、藤子ちゃんですからね。お母さんに一言、何を思ったのか、人屋根2の真似をして、贅沢禁止令を我が家に作るのはやめてください。はっきり言って困ってます。おー。これは結構いろんな家庭であるかもしれないですね。贅沢禁止令発令されてるところはね。まあもし我が家の贅沢禁止令が発令されてる場所というか家があれば、なんとなく送ってみてくださいね。次まだいけるの？いけるのか？よ。愛知県はですね、受付嬢27歳。あ、これなんかこれそそるラジオネームだね。受付嬢27歳。エッチ好きの主人に一言。この間喧嘩をして、たった1週間エッチしなかっただけで武将してしまい、お前がやらせんからだと怒るのはやめてください。28にもなって武将する、あ、無性だ、ごめんごめん、筆武将かと思ってた。この間喧嘩をして、たった1週間エッチしなかっただけで無性してしまい、お前がやらせんからだと怒るのはやめてください。28にもなって無性するあなたの体の方がおかしいのよ、バカ。大丈夫ですよ。かの斎藤誠さんもですね、無性したと言ってましたから。ね。全然大丈夫です。福山ックスです。はい。次。ごめんね、まこっちゃん。うっかり言っちゃって。あ、2枚ね、あとね。練馬区はですね、九州男児が欲しいさんからです。お、九州男児当たるかな？お兄ちゃん、トイレにエッチの時使うジェルを置き忘れるのをやめてください。おー。なるほど、なるほど。これどうしましょう。お兄ちゃんに九州男児あげたいですよね。彼女には福山マックスでも構いませんけど。どうしますか、神田さん。神田さんの指示を仰いでるんですか、ディレクターの指示を。彼女には福山マックス。
お兄ちゃんには九州団地ゼリー付き入りました。そう、本当にゼリー付けてあげんの？コンパクトゼリー合わせて送る。コンパクトゼリーなんてあるんだ、このゼリープレー好きが。この野郎。まさか随機配合じゃないだろうね。いや、すいません。すいませんね。非合随機のことを言ってしまったんですけど。最後です。福岡県はですね、ジュゴン。お父さん、アワビを見て、うわぁ、美味しそうなアワビはね、お母さんのみたい。というのやめてください。ほんとやめてくれ。読みたくない。お母さんそれ聞いて、もうお父さんたら、っていうのやめてください。お姉ちゃんそれを聞いて赤くなるのやめてください。僕もそれを聞いて聞かないふりにするのは辛いんです。なかなかハードな家族ですね。ハードな家族だけに、福山ックスです。はい。ねえ、恐ろしい家族ですね。はい、というわけでですね、この、先生やめてくださいは、あなたが誰かにやめてほしいと思っていることをなかなか言えないことを、放送を使って言ってくれというコーナーでございます。郵便番号 137-86 日本放送福山雅治のオールナイト日本、イアン先生やめてくださいの係まで、誰にも言えないやめてほしいこと、あ、誰かに言いたいね。やめてほしいこと、ね、たくさん送ってください。銀閣兄貴の秘密オナニースペシャル。音楽ないんだ。恥ずかしいよ、音楽ないと。もう、素になった、急に。オナニーは素になってやるもんですと。はい、わかりました。秘密のコーナーなんですけどね。でもまあ、ちょっと、まあ、言ってみましょう。広島県はですね、もみまんからです。ね。乾いた笑い。僕の秘密とはオナニーのことです。福山さんはある一時期、無性に性欲が発達した時はありませんでしたか？僕はその時は中学2年の時だったんです。当時はまだオナニーを知らなかった。かっこ何回か試みたが最後までいけなかった。かっこ閉じる。僕は一度その快感を味わってみたいと思いました。しかし、どうしても行くことができず、いつか時が来れば味わえるだろうと思っていました。そうして過ごしていたある日、いきなり性欲がスーパーサイヤ人のように盛り上がったんです。そしてその日もオナニーを試み失敗に終わったその時、悪魔のささやきが聞こえてきました。フェラならいけるかも。しかし僕にはもちろん彼女はいません。そんなことをできるはずがないんです。すると悪魔はもう一度ささやきました。一人でしてみればいいんだ。それは実に恐ろしいことでした。しかしいつもはするはずもない行為をスーパーサイヤ人と化していたその時は試みようと思ったのです。僕は体操座りをして足の間に頭を入れる格好をし、己のウインナーを加えようとしました。しかし当然のことながら届きませんでした。そこでやめればいいものをまた悪魔が支えたんです。頭を下にしてみろと。僕はその格好のまま頭を下に、そうパイルドライバーを食らったかのような格好になりました。すると今まで遠くにあったウインナーがみるみる近づいてくるではありませんか。普通の人ならそれでも届かないでしょうが、僕は人より体が柔らかいので届くようになったのです。僕はウインナーを加え込みました。その時僕の中で何かが崩れていくような気がしました。しかしその時も行くことはできず、その後も何度か試みましたが行けませんでした。その後約1年経ってやっとオナニーを覚え、その後はしまくってます。 PS ペンネームのもみまんはもみじまんじゅうの略です。というですね、夏のある暑い一日の少年の物語でした。これ何も言うことありませんね。昔ボムに連載されていたパンツの穴みたいな感じですよね。それ読んでた俺たちね。どうだろうね。ボム読者だった俺たち、どうだろうね。今もあるんですか、ボム。どうなんですかね。まあ、あったらかなり長寿な雑誌でございますよね。ボムから投稿写真2個したくてしょ、僕たち。それで行き過ぎて熱烈投稿買っちゃったでしょ。ねえ。うん。オナニー王だからうるさいよ。ここからはですね、ファックスになります。銀閣オナニー王のですね、ファックスになります。埼玉県、名機レッドライオン西村からです。久しぶりだね、西村。さすが師匠、オナニー王。僕のオナニーライフ的には、お風呂でのオナニーは最高です。ポイントはリンスをつけてプレイするということです。シャンプーだと後で痛くなることを確認済みです。これはコブヘイもテレビで言ってたので間違いないです。おー。シャンプーは確かにね、泡立ち洗浄力があるからね、痛くなるかもしれんね。でもゼリーが一番だというですね、ゼリープレイ大好きな神田ディレクターからゼリーが一番というですね、指示が入りました。安全ですと。ゼリーとローションは違うの？ローションってほら、ペペっていう会社が出してるローションあるじゃん。あれとゼリーは違うの？同じなんだ。でもペペは俺なんか前ね、雑誌読んだけど、かなり真面目に開発してるね、あれね、ローションを。最初はだから体に害のないローションを作ったんだけど、
使用したお客さんたちからどうも匂いがちょっとって話になって、じゃあ匂いのない、あのいい匂いのするオレンジとかレモンとかの匂いのするあのローション作ろうって言うんで、それを一生懸命何億円もかけて作って、さらにお客さんからそのもっと贅沢になったもんだから、あの問い合わせが来たのは、つけてしばらくすれば大丈夫なんだけど、つけた時はちょっとひんやりして、それをちょっと冷めると、ね、気分が冷めるということで、あのつけた瞬間体温と同化するやつも作ったんだよね、匂いも。あれ化学の結晶らしいですね、かなりその制作者の魂入ってるみたいですよ、あれはね。体質的に塗れない方が基本的にはね、あのお使いになるんですけどね、だから神田さんの使い方は基本的にアリウなんですけどね。変わってのファックスです。大阪府は東大阪市の、カメラの北村からです。17歳ですね。我こそはオナニーキングです。お、君もか。するとき手袋をつけてすると、誰か別の人にやってもらってるようでグッドです。ビニールの、これ何なんていうの、なんて書いてあるの、ビニールの何抜き、線抜き、ああ、ビニールの線抜きを使ってやってみたことがあります。あ、お前そんなこと言うとお前線抜きサイズだっていうことがバレちゃうよ。風呂の中で出しても気持ちいいです。いつも握ってる反対の手も気持ちいいです。後ろ指と、あ、違う、あと指と指の間を変わった時がいいですよと。それに俺はビデオ派ではなく本派なのです。だからいっぱい本はあります。排除に困っていますと。まあでもまだ初心者ですねこれね。内容的にね。最後です。青森県八戸市のですね、ラジオネーム父兄ちゃんからです。やばいラジオネームですね。1ヶ月ほど前、彼女と別れて以来毎日のようにオナニーに励んでいますが、最近普通のオナニーに飽きました。オナニーを福山さん、どうか一味違うオナニーの方法を教えてくださいと。だからさ、そのゼリーを使ったりとか手袋をはめたりとか左手でやったりとかっていうのは、なんか普通だよね。あのビデオを見たりとか器具を使ったりとか、あのしびれフグだったりとか、あのカップラーメンになってるやつにこうゼリー入れてやるとか普通なんだよね、そういうのね。ダメダメ、踊り場とかさ。CM 入れてくれよもうこれで。踊り場とか、あとはなんだろう、トイレとか車とか、ああ運転中とか、危ない。だからなんかそのなんだろう、具体的にさ、その指示を、その指示じゃない、具体的に何かこう手袋はめたいとかそういうことではなくって、メンタリティ的にあの盛り上がるとか、だから究極はですね、触らずに行く。例えば君が世界中で一人ぼっち凍えそうな時は僕の病院に来るといいさ。例えば君が誰かいるからじゃなく誰かがいないから寂しい時は僕の病院に来るといいのさ。恋の病の処方箋チーニーのイシャズバー。次の方はどうぞ。はい。おいおい、どうした、いつもの元気印はどこ行った。私コンビニじゃないもん。元気を臨時給与したい時だってある。だよな。で、何かあったんだ。迷ってるの。迷子か。違う、恋に迷ってるの。一番好きな人とはうまくいかなくて、二番目に好きな人とはうまくいきそうで、それで迷ってるの。まあ女の子は愛するより愛される方を選べってよく言うけど。そう言われるの、チーニー先生で100人目よ。じゃあいいんじゃないか。やっぱりそうなのかな。俺に何を期待してんだ。え、君は誰かに背中を押してもらいたいだけなんじゃないのか。誰かに背中を。ああそうさ、君は俺に今までの99人と違う答えを求めてここに来た。勇気が欲しくて、元気が欲しくて、誰かに背中を押して欲しくて。チーニー先生、答えはもうとっくに出てるんだろ。恋の定説なんて関係ない。1プラス1が2なら3にしてみればいいさ。大切なのは君が後悔しないかってことだろ。チーニー先生、私諦めない。あ、悔いのない恋愛をしろよ。デズリー
ね、キッシングユーという、これはあのローミオとジュリエットね、ローミオとジュリエットのサントラ版に入っとるやつやね、これはね、うん、いろんな人が入ってんだね。確かにこの曲はかなりあのムーディーですよね、あのいい曲ですよね。この人は声があれに似てるね、あの人がこう気合い入った時の声に、あのユリズミックスのボーカリストのね、あの人の声に似てるね。声が非常にいいレズリーでキッシングを送りしましたけど、作品の題材となった悩みを送ってくれたのはですね、栃木県のユリリンさんでしたね。え、今日さすがにうまかったですか。あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、褒められても別になんてことないんですけど、ごめんね。でも最後がかぶったじゃん、これ CD なのにしんちゃんのセリフだよ、悔いのない恋愛をしろよっていうのは、いやいや懐かしいですね、いつかまた会えるもね。はい、というわけでですね、この C2 のイシャズバーのコーナーはですね、多分一つ屋根の下2が終わると自動的にマシャズバーに戻るんですよね。戻さないの、なんでだよ、戻そうよ、また違う人が来るの。あ、三宅裕二の、ごめんなさい。このイシャズバーのコーナーはですね、恋のお悩みお待ちしております。あなたの恋の処方箋ですからね、実際に台本に書き上げることができなくても恋の悩みの題材になれば、いいかと思っております。郵便番号 137-86 日本放送福山雅治のオールナイトニッポン T2 のイシャズバーの係方です。スタジオライブリクエストのコーナーです。阪神大震災被災地へ向けて歌を歌っているコーナーです。ですね、静岡県は金子あゆみさんからの、おはがきです。私はアルバイト先で地震があった時まで神戸に住んでいた A さんという方と出会いました。 A さんは幸い家が壊れることもなく住める状態で、食料だけをもらいに避難所へ行きました。食料を渡すボランティアの方が、家が壊れた方しかお渡しできませんと言われ、何ももらえなかったそうです。 A さんが、これで僕たちが死んだらどう責任を取ってくれるんですかと言ったら、私たちは言われてやってるだけなのでの一言だったそうです。 A さんにボランティアってなんだろうなと言われ、私は今まで思っていたボランティアの意味と実際のボランティアの対応に悲しさを感じ、もう一度ボランティアの意味を考え直さなければいけないなと思いました。リクエストはインザシティお願いしますと。これは実際のその現場の状況が見えないので僕も何とも言えないですけど、どっちがどうっていう話は多分できないと思うし、なかなか判断しづらいところだと思うんですね。で、ボランティアに行った方々も実際一人で行動しようと思って一人で全部のボランティアを賄えるわけはないわけであって、やっぱある種のそのシステムの中でなんかね、こうやらなきゃいけないことのこう割り当てをされて動いてるっていうことになると思うんですよ。でもまあ実際その細かいところでいろんなこううまくないこととかたくさんあったんだろうし、そういう言葉のやり取りっていうことでも傷ついたりしたり、傷つけられたり傷つけたりっていうことは多分あったと思うんですがね。まあボランティアと一口に言ってもっていうのは、まあこの番組でもこのコーナーをね続けてる限りはそういう話もよく出ますが、これに関してはちょっと一概に言えないですけど、ただまあその人も、まあこういう言い方はチープかもしれないですけど、悪気があってそう言ったわけでは多分ないんだと思います。実際問題、あの、足りなかった部分で、言われてこうやるしかなかったみたいなね、その、被害に遭われた方を差別するわけではないんだけどっていうことだっただろうし、当然それを言われた A さんっていうのも、何なんだ一体っていう、その、虚無感を感じたのも確かだろうしというね。わかりました。じゃあリクエストを答えていきましょう。 In the city 1,2,3,4 乾いた夜を癒してく、疲れた体温める愛はある。 In the city 傷つけられても信じることは忘れない、光ある。In the city アスファルトを叩く、きしむ足音、響
心駆り立てて、いつだって生まれ変われる夢はある。 In the city、 誰かがどこかで笑って、誰かがどこかで泣いてる人がいる。 In the city、探しライト照らす時代の影が吠える。眩しすぎる街に今夜も安らぎを繰り返りゆく。悲しいほど松原のオールナイトニッポン。この番組はポッカコーポレーション、ロッテ、白戦車、 MCA ビクター、メサイヤ、 NTT、 NEC、 ナムコ以上各社の協賛で東京ダイバ、ごめんなさい、東京港区ダイバ、日本放送キーステーションにスカイダイバスタジオより全国34局ネットでお送りします。さあファックス紹介しましょう。愛知県は岡崎市のですね、マシャと取り越したいヒロミより。マシャへ、香港へ行ったことがありますか？ありますよなんと年末に。現在新聞市場を毎日のように騒がれていますが、香港返還まであと1週間となりました。人やねん2のドラマ撮影の間に松たか子さんらとカメラをいじってるようですが、7月1日香港返還の時、劇的な瞬間などを撮ってみるのはいかがでしょうか、興味ありませんか、というねファックス来てますが、なんと来週月曜日は6月30日でございます。日本放送でですね、お聞きの皆さんは10時から、来週6月30日の夜10時から香港特番でございます。なんとその他の局でお聞きの皆さんは、深夜1時から香港特番です。その他の局ってどういうこと、神田さん？これおお、これ全局44局ネットでつなぐんだい。34局ネットでお聞きの皆さんなんだ。オールナイトの時間は、香港特番になりますね。あ、そういう意味か。日本放送を聞く皆さんはというのは10時から香港特番ということは、10時から1時まではいわゆるあの関東エリアというか関東近郊ということね。いつもゲルゲやってる時間だね。だから他の九州とか、札幌の方々はということだよね。そうそうそう、だからオールナイトの時間は香港特番で全国皆さん聞けますよということですね。で3時までやります。でなんとですね、私特派員としてですね、あの香港行くですよ。写真も撮るし当然ね、あとその街の模様とかを、いろいろお伝えしたいと思ってますんで、これはね楽しみです。その確かに歴史上のこともそんなによく知らないし、あ、返還されるんだって、その返還の内容とか、なぜ返還になるのかと、なぜ返還しなければいけないのかなんてことを、あのもう一回この1週間でちゃんとざっとおさらいして勉強しなきゃいけないんですけど、そういう意味でほら、あの返還なんだっていう、返還っていうことだけでなんとなく盛り上がってるところってあるじゃないですか。多分俺だけなのかもしれないけど、そんなことは。だから僕もう一つの勉強して香港の方行ってきますよ。それで周りの状況とか街の状況とかいろいろ見てきます。きっと面白い番組になると思いますんで、報道特番的なノリではないよね当然ね。でそれを担当するのが井出くんがやるんだよね。いつもは東京関東エリアでやってるあのゲルゲットショッピングセンターっていうのがやってる、ゲルゲ井出浩司くんがやるんですけど、それと水霊さんがあの2人であると。でそこに私電話とかないんで、行くということでございますからね。来週のオールナイトニッポン香港特番でございます。福山は、香港に行く構えありね。じゃあいよいよ来週最終回の人って何をした2の話でもしますか。小雪どうなったかって話だよねって黙ってんのねでも言うこと言えないんだよ。
言うことないんだよあんまり。死んだのか生きてんのかって。マッサージ？叫ぶ前にマッサージしろって。やっぱり言えないっすね。ただ見てください。いやもうだって言っちゃダメだよ。うわもう言いそうになっちゃった今。やばいやばい。とりあえずいよいよ最終回ですから、もう人やね3はありません。人やね2で終わりです。だから必ず見てください。ね、私香港行って見れないんじゃない。じゃあ来週香港特番です。来週絶対人やね2見てください。福山この辺でどうなってんだよな。